問題ですワンアウトランナー1・3塁の場面で打者のスイングがキャッチャーのミットに当たってしまいましたしかし打球はセカンドゴロとなりセカンドは処理して1塁へ送球アウトその間に3塁ランナーはホームに帰りますそして1塁ランナーも2塁へ進みましたこの場合どうなるか1打撃妨害でワンアウト満塁から試合再開に1 8 なのでそのままツーアウト二塁から試合再開三攻撃側が結果によって好きな方を選べるさあどれでしょう正解は三番ですこの場合監督に選択権が与えられるため打撃妨害のペナルティを適用するか続行させたプレーの結果を適用するか選択することができます